후배한테도 또 선물해주고. 맞아요. 감사합니다. 네. 잘 쓰고 있어요, 진짜. 강아지도. 아, 맞습니다.
雰囲気もそうだったし、なんかすごく印象的僕も一緒なんですけど、寮っていうか、アパートみたいなのがあるんで、花火が散りながらダンスを踊るとき、なんか、やっぱり、うん、なんか森みたいな、幼稚園みたいな、そんな感じで撮影しています。僕たちが座って撮影してるんですけど、すごい、よく映っていると思います。気持ちは恥ずかしいです。嬉しいです。難しい。